はい、こんばんは、はるけです。今回はフラッシュバック SBC 予想選手になります。フューチャースター期間にですね、登場してほしい SBC 選手たちの紹介になります。今回もですね、多くの予想選手を紹介していきます。それでは早速紹介をしていきます。まずですね、フラッシュバックのデケテラーレですね。まあ、デケテラーレに関してはね、予想ということになるんですけど、結構来る可能性も全然あるんじゃないかなというふうには思います。というのも、前作ですかね、FIFA 23の時にフューチャースターの SBC として登場していましたので、そこと関連をしてですね、フラッシュバックで、まあ、この期間に来るっていうのも全然ありえるんじゃないかなというふうに思います。前作だったら普通にデケテラーレ強かったですし、まあ、スキル5のバージョンか逆足5のバージョンか選ぶみたいな SBC で来たんですけれども、まあ、今作もこのフラッシュバックのカードとして強化をされて、スキル5か逆足5かみたいな感じで強化されたら面白いんじゃないかなというふうには思いますね。で、そして続いてはフラッシュバックサンチョですね。サンチョ。サンチョはね、まあ、自分的には TOTY 期間とかに来てくれてもおかしくなかった選手だと思います。ただまあ、なかなか来ずというふうなことで、サンチョの特集はね、今作まだ多分1回も来てないので、待ってる方は全然おられるんじゃないかなというふうに思いますし、実際強化されたサンチョっていうのは、強さはね、十分あると思いますので、ぜひフューチャースターっていう風なイベントとも全然サンチョは絡んでくる。まあ、過去作とかでね、考えるとやっぱ若くて期待をされていた選手になりますので、まあ、そこの時をフラッシュバックみたいなこともあり得るかなとこの人も思います。また非常にドリブルも軽くってスピードもある選手にはなりますので、結構来てくれたら本当に盛り上がるというか、面白いね、選手になるんじゃないかなというふうには思います。まあ、ドルトムントに移籍をね、帰ったというふうな形になると思うんですけれども、まあ、来ればですね、ブンデス最高のアタッカーになれるんじゃないかというふうに思いますね。サンチョはね、やっぱなかなか来てないので、ここら辺でちょっと強化されたサンチョ来てほしいなと思いますね。で、そして続いては、フラッシュバック、メッシー、そして CR7 ですね、ロナウド。まあ、こちらどちらかという風な感じ、どちらか来てほしいなという風には思いますね。なかなか Y のメッシー、ロナウドはね、高すぎるとか、ちょっとなかなか手に入れられない選手になるので、SBC として、ちょっと能力は下がってもいいから来てほしいなと思います。少々乗るか下がってもみんな使うと思いますし、盛り上がると思うんですよね。なので、まあ、ちょっとそれこそね、フラッシュバックっていう風な意味と、まあ、それこそそのフューチャースターっていう風な意味の掛け合わせみたいな感じで、若い頃のメッシ、ロナウドみたいな感じで来てくれたらいいんじゃないかなという風には思いますね。やっぱどっちか来るだけでも、すごくフューチャースター自体もね、こちらも盛り上がると思いますし、まあ、ケミね、2人ともちょっと難しくはなってしまいますけど、まあ、それぐらいの値段で、来ると、まあ、50万60万ぐらいで来るといいんじゃないかなというふうには思います。まあ、足がね、単純に速くなるんじゃないかなというふうにも思いますし、強さは、あるなというふうに感じるので、ぜひちょっとどちらか出してほしいなというふうには期待を、してますね。で、そして続いては自分がですね、個人的に予想をした選手たちになります。まあ、一気に5名紹介をしていきます。こちらになります。バラン、ネイマール、エンバペ、デヨング、フェルナンデスとエンソですね。この5名来ると結構盛り上がるんじゃないかというふうな、ところで予想を、しました。まあ、バランなんかはね、過去作2年前かな、FIFA22 の時に、まあ、90万100万ぐらいのフラッシュバックの、選手で登場をしたんですけれども、まあ、今作バラもサンダースワークはありますけど、やっぱ TOTY が終わってですね、そこまで使われてはいないという風な中で、こういう特殊のバランが来るといいんじゃないかと思いますし、もう本当ね、センターバックみんなバランみたいな、こともあり得る、そんな選手になるかと思いますので、ぜひちょっと SBC で強化をしてフラッシュバックでね、来てほしいなという風に思います。この人もね、なかなか、需要がある選手かなという風に思いますので、バランはね、面白いんじゃないかというふうなことで予想をしました。あとはネイマですね。ネイマも、まあ、
やっぱバーサスがねいる中でそれより強いっていうのはなかなか難しいと思うんで、その中で先ほどねメッシとかロナウドのように若干能力は下がるんだけれども、まあ、速さがあったりドリブルがめっちゃしやすいみたいな、そんなネイマールを期待をしてますね。ネイマールのフラッシュバックなんかもね来たらめちゃくちゃ盛り上がると思いますし、ケインはちょっと難しくはねこういうのサウジ行っちゃってなってしまうんですけど、ただすごくいい選手に、なれるんじゃないかと思います。本当にそれこそバーサスなんかサンダーストラックなんかも高い選手にはなってしまうので、なかなかちょっとね買えない人だったりとか手届かない人もいる中で、フラッシュバックの SBC だったら、使える方も多いと思うので、ぜひちょっと来てほしいなというふうなところですね。であとはエンバペ、こんなカードをね来てほしいなと自分は思います。やっぱりバペもやっぱり金より能力若干下がってもいいですし、そういう中で、まあ、速さとドリブルの軽さがある、まあ、若い頃のバペという風な、ところでフラッシュバックで来てほしいなと、いう風には思いますね。まあ、バペはちょっとなかなかフラッシュバックで過去作にもね来たことがないので、まあ、その中で今作は来るんちゃうかと、来てほしいなというふうな思いで自分は、予想をしましたね。それこそ金でも今は150、60、70ぐらいまだしてるんで、金でも高いんでね、一番初期のカードでもこんなに高いんで、それこそバペもまだ使ったことないっていう方がね、おられる人もいると思うの、全然。なのでその中で SBC だったり作りやすいと思いますし、ぜひちょっと来てほしいなというふうなところですね。であとはデヨング、デヨングもね全然来ないのよ、サンダーストラック以降。 TOTY 期間もね全然来てくれてもおかしくなかったと思うんですけど、まあなかなか来ずという風な、ところでこのフューチャースター期間に来るといいんじゃないかなと、いう風には思います。あとはやっぱりねサンダーストラックが非常に人気で強かったので、それよりやっぱ強いデヨングっていうのは自分は求めてはいますし、終盤なかなかねやっぱ SBC 選手多かった中で言っても、一気にデヨング来たら、あデヨング乗り換えようかなっていう人もね多分多いと思うんで、その中で強くなったデヨングを期待をしてますね。であとはエンソですね。エンソをそれこそフューチャースターで去年かな、去年のフィア23の時のハイズの選手として登場をしていましたし、まあ、そこと関連をして自分は予想をしました。まあ、それこそ今作演奏なかなか使われない、強化カード、ウィンターワールドカードしかないっていう風な現状の中でだと、まあ、チェルシーファンの方とかはね、ちょっと、まあ、残念というか、もっと強い演奏をね、欲しいと思いますので、まあ、その中で SBC でフラッシュバックで強化されると面白いんじゃないかなという風に思いますね。こちらがフラッシュバック SBC 予想選手になります。まあぜひね、紹介をしたこの中から来てほしいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなとったらチャット登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies when there's so many things.